それではここで初めにお話ししていただきました礎の執行寺院の副理事長をされている長崎教会の牧師の礎谷木原誠さんに聖書を通してお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。私はほとんど毎年カンボジアに行って十何回か行ってますけれども、私の、財布にはですね、日本のお金はあんまり入ってないんですが、カンボジアのお金はいつも入ってるんですね。カンボジアにはコインはありません。紙幣だけです。コインっていうのはカンボジアにはないんですね。でこれは100リエルって言って一番小さなお金です。ですごく綺麗ですね。これ外国人が持ってるお金です。あとリッチな人が持ってるお金ですね。向こうの現地人が持ってるお金はくしゃくしゃで手垢にまみれています。現地の市場に行って買い物した場合はお釣りをもらったら必ず前田さんがチェックしてくださいって言うんですね。そして破れていたりセロハンテープでくっつけてるお金があってすぐそこで返ってくれって言ってですね。というのは現地のお金でさえ後でドルに変えることができませんし円に変えることもできませんし現地人に交換を頼んでも断られるぐらいそういうことが起こるんですね。だからその場でちゃんとまともなお金に変えてもらうということですね、するんですね。でこの 100リエルって日本円にしたらですよ、アバウトですよ、ちょっと今ドルが変動しますからアバウトですけど、いくらだと思いますか。この100リエル、これ一番最小単位なんですけども、アンコールワットを映ってますけども、100リエル日本円にするといくらでしょう。日本人の人は、ね、言わないんですよ ね、 ね、1円、あそこまで安くない、3円ですね、3円。でこの100リエルがあれば昔はアイスクリームが1本買えたんです。昔はつまり3円でアイスクリームが1本買えたんですね。ところが今はですね、これで買えなくなっちゃったの、物価が上がってどうなったかというとですね、これですね、これ500リエル、これ500リエルですね。これも綺麗なお金ですけど、この500リエルで1本買えるんですね。つまり15円になっちゃいました。値上がりして15円になってしまったんです ね、 ね、それが今、ね、まあ、相当高騰してきてるわけですね。給料のスタッフも2倍3倍にかかってきている。で非常にお金が高くなってきているということですね。だからぜひ皆さん彼らのために、ね、支援をしていただきたいと思うんですけど、まあ、それでも15円なんです。昔だったら、まあ、105円としてですね、昔105円で買いましたから105円としたら35本買えたんですね。今は105円のアイスクリームは126円とか128円になってますから日本も値上がりしてますけれども、まあ、15円と考えたら、まあ、30本も買えなくなっちゃいましたけれども、やはり今でも随分買えますね。で昔佐世保の、つい最近も佐世保でまた悲しい事件がありましたけれども、以前に、今回じゃなくてもっと以前に事件があった直後に、その事件があった小学校のすぐそばの小学校で講演会をしました。でお話をしたら、小さな子どもたち、大きな子どもたち、全校生徒って前で話したんですけど、9月だったんですけどね、みんなカンボジアの子どもたちがね、1本アイスクリーム我慢したら35人にプレゼントできるんだよって、まあ、当時3円だったんでね、言ったんですね。そしたらですね、佐世保の子どもたちがですね、で私聞いたんですね、みんなプレゼントしてくれるかなって聞いたらですね、まあ、1、2年の子供たちはもう早速とですね、はいって言ってですね、3、4年の子供たちがその後に釣られて、はいって言ってですね、5、6年生はですね、真剣に聞いてるんですけど、恥ずかしいんでしょうね。みんなが手を挙げてるのを見て、そろりと手を挙げました。すごく嬉しかったのは、翌年の6月にですね、もう1年ぐらい経って6月にですね、その小学校の先生から電話があったんですね。子供たちがアイスクリームをプレゼントしたいと言ってるんだけど、どうすればいいですか。子供たちは忘れなかったんです。日本の子供たちも忘れなかったんですね。私はそのことはものすごく嬉しかったんですね。知らないだけなんです。知ってれば子供たちは覚えていて、1年経っても子供たちはあの時来た人が話してたカンボジアの子供たちにプレゼントしたいって言って、子供たちの方から言ってきたから、みんなのお金を、まあ、お金とか集めてですね、送りたい、プレゼントしたいんだけど、どうしたらいいですかって東京の事務局の方に連絡があったんですね。今日の朝前田さんから聞いたお話なんですけども、一番最後に今日歌います大きな愛っていう歌があります。でカンボジアの子どもたちも日本語の歌を結構歌えるレパートリーを持っていて、この大きな愛が好きなんですね。あなたの声は届いてるって始まるんですけど、
でその歌をみんなで歌うんですけど、大学生が東京の大学生が3人ボランティアに来たいと事務所の方に連絡があった。東京にで前田さんに連絡を取っていいですよっていうことになったんですね。そうしましたらですね、来ましていろいろ手伝ってくれて子どもたちと一緒にやって遊んだりなんかいろんなこう壁を塗ったりいろんなことをしました。その後ですね、楽器ができて歌が歌える子たちだったんで3人でいろいろ楽器を演奏して歌を歌ってくれたそうです。子どもたちは感激したんですね。じゃあお礼にということで子どもたちがみんなでですね27人、当時30人いたのかな、でですねみんなで大合唱、日本語でですねそのあなたの声は届いていると、前田さんの言葉を使えばですね一人一人が歌うと音程が来るのにみんなで歌うと不思議なハーモニーが鳴るっていうね、それ前田さんが言ったんです、私じゃなくてね、その不思議なハーモニーでみんなで歌ったわけですよね。そしたらその3人の大学生、音楽ができる大学生たちがですね、泣き始めたんですね、聞きながら。で最後は合流したそうです、肩を震わせて。そして帰るときに本当にありがとうって言って帰っていって、帰った後も本当に素晴らしい体験だったって言って、手紙をくれた、メールをくれたってことなんですね。でなぜ彼らのその歌が、私はうまいと思いますけども、不思議なハーモニーでもあるのにもかかわらずその大学生たちの心をあんなに感動させたのかって、なぜだと思いますか。2つだけね、いろんな理由があるし2つだけ今日話したいんですよ。1つは、ゴスペルですね。今聞いたのは全部ゴスペルなんですけど、ゴスペルっていうのは、黒人が歌を歌って思ってた人でしょうけども、今聞いてる歌は全部日本で生まれた日本人が作詞作曲をしたゴスペルです。ゴスペルってのはゴッツペルってことで、よく私の妻がねゴスペルクラブを代表して言うんですけど、神の言葉って意味なんですね。で神の言葉っていうのは何かというと、間全部はしょります。本当はきちんと説明したいんですけど、神の言葉はイエス・キリストのことを指します。で私たちが歌ってるこの歌は神様に向かって歌い、人に向かって歌ってるんですけど、普通の歌でも心に感動する歌はいくらでもあります。そして本当にその歌を聴いて慰める歌はたくさんあります。歌には力があります。でもゴスペルはただ心だけじゃないんですね。もっと深いところに何か感じるものがあるんです。少々歌が上手くなくても、ちょっとぐらい音程が狂っても、なぜかわからないけど心の中に熱いものを、何かわからないけれども涙が出て止まらなくなったり、人に言えないような苦しみや肩の重みがあるのに聞いてるうちに気がついたらそれが体から取り除かれて楽になっていたってことが起こるんですね。教会の礼拝の時にはそのゴスペルを歌いますが、ゴスペルを歌って、最初は分からないと聞いてるんですけど、そのうち歌えるようになって少し口ずさんで、はっと気がついたらものすごく苦しかったのに心が楽になっていることがしばしば起こります。たまにではなくて頻繁に起こります。それがゴスペルの力なんです。それはこれは普通の賛美歌って言ってもいいんですけど、ちょっと違うんですけど、ゴスペルっていうのはそのただの歌ではないんですね。その歌の中に神様の愛が、キリストの愛があるからなんですね。でもう一つあるんですね。彼らは、本当に死んでいたかもしれないっていうか、死んでいた方が可能性の強い子供たちなんですね。そして彼らは口には出さないけれど、さっき、選んでくれてありがとうってメーンっていう男の子なんですけどね、選んでくれてありがとうって、彼は作文に書いて、あれは心の本当の本音です。選んでくれてありがとう、僕をこの個人に選んでくれてありがとうって、屋根のある場所で寝れるようになって、毎日ご飯を心配しなく食べれて、学校に行けてって本当に嬉しいと思うんですね。でももしそれだけだったらね、もしそれだけだったら日本の子供たちはみんな幸せなんです。着る服なんて心配してない、食べることもおそらく今はほとんどの子は心配してない、自分の部屋ほとんど持ってる、もっと幸せなはずなんですね。でも必ずしもそうではない。私は毎年東京のある高校で講演会をします。でさっき言ったシナーのことを必ず話すんです。誕生日あげたから。そして2003年に彼が来て、6月に来て、私が初めて会ったのは2004年だったんですね。で2003年にその高校に講演会に行った時ですね、初めてシナーの話をしたんです。まだ会ってないんだけどね、シナー君っていうのがいてね、誕生日あげたんだよって。で彼に誕生日をあげて、で僕は彼に会ったら言いたいことがあるんだ、まだ会ってないんだけどねって言ってね、でちょっとためらったんですね。今共学になってるんですけども、その高校は当時女子校だったんです。で東京の今時の女子高生にこういうことを言ったらしらけられるかなと思ってちょっとためらったんですけど、僕はね彼に会ったら言いたいんだよねってね、君は僕にとって特別だよって
君のことはいつも忘れないって、君のことはどこに行っても話すからねって、いつもおじさんは君のことを覚えてるからね、いつも君のことは忘れないからねって伝えたいんだよねってこう言ったんですね。そしたらですね、どんな反応があるかなと思って正直怖かったんですね。どういう反応だったと思いますか。子供たちがね、女子高生ですよね、300人ぐらいいたんですけどね、シーンとしてたんですけどね、ものすごい真剣に聞いててね、いきなりね、何人もの子が泣き始めたんですね。そして身を前に乗り出してものすごく真剣に聞き始めたんです。それでですね、ちょっと勇気が出てきたんで言ったんですね。彼らはいらないって言われた子供たちだったんだって、だから僕は君のことを忘れない、必要だって言いたいって言って、皆さんもそうじゃないかなって、誰か一人、誰か一人本当に自分のことをいつも忘れないでいてくれる、本当に自分のことをいつも思ってくれる人が一人いたら生きていけるだろうって。お父さんでもいい、お母さんでもいい、先生に怒られるかもしれないけど恋人でもいい、誰か一人本当にいつも自分のことを思ってくれる人がいたら生きていけるよねって言ったらですね、泣き出したんですよ、たくさんの子が。東京の女子高生ました。私は実はですね、もっと冷めてね、おじさん何言ってんのって言われると本当思ってたんです。怖っ、言うのに怖かったんですね。正直毎年言ってます、十数年です、シナのことを毎年話します。今驚愕です。必ず泣くんです。今も今年は泣く人は少なかったけど、涙をこらえてる人が山ほどいまして、男の子も一緒なんです。その後ブースっていうのがあって、そこにワンサが来るんです。そして本当に質疑応答で、ね、もう 2,3 時間すぐ飛ぶんですね。彼らは私立高校でお父さんお母さん学費を出してとっても愛されている子供だと思う。でもやっぱり自分のことを誰か思ってくれる人がいたらいいと思う。で必ずその学校の先生が毎年300枚以上のその感想文をくれる。最近はいいですね、ついに今年はあの PDF で送ってきました、ね、今までは紙をくれたんですけど、ね、読むとこっちが感動します。みんなね、もっと聞きたかったっていうか、ね、50分ぐらい話すんですよ。場合によっては1時間ぐらい話しちゃうんですけどね。なのにもっと聞きたかったって、本当に感動したって言ってくる。でそれは何かと彼らの話なんですね。この彼らの話なんで、実はみんな思ってる。で私は今最近あんま話しませんけど、ちょっと前までよく主婦の前でも子供たちの話をしました。日本の主婦はですね、寂しい人が多いですね、まあ、お父さんご主人が忙しいからだと思いますけど、高校生と同じ反応するんですよ。自分のことを本当にこれにかけてくれる人がいてくれたら嬉しいでしょ、生きていけるでしょって言ったらね、日本の主婦も泣くんですよね。でお父さんたちはですね、日本の男子は泣いてはいけないんですね。でもね、みんな実は心に迫ってくるものがあるんですよね。人はみんな誰か自分のことを片時も忘れないで本当に思ってくれる人がいる、もっと言えば本当に愛してくれてる人がいるって。私が綺麗だから、私が素敵だからじゃなくて、私がボロボロになっても、どんなにシワだらけになっても、どんなに体がボロボロになっても、どんなに心がボロボロになっても、何にもなくなっても、生きているかどうかわからない状況でも、個人に来る子供たちのように何にもなくても、それでもそのまま愛してくれる人がいてくれたら、人って生きていく力と希望を持てるんです。個人の子供たちがなんであんなに輝いて今夢を持ってるのかって、選んでくれてありがとうって本当に心から言えるのかって、もちろん食物があるからです、寝るとこがあるからです、学校に行けるからです。でもそれだけじゃない、実はもっと大事なことがある。自分はいらないって思われたけど、そうじゃない、本当に自分を愛されている価値ある存在で、自分が誰かの役に立てるんだって、自分は生きてていいんだって、自分は生きてることはいいことなんだって、で自分は生きてると誰かのためになれるんだっていうことを、彼らは頭じゃなくてね、心じゃなくてね、もっと深いところで今感じてるんです。でそれをね、前田さんは伝えに行ったんですね。今日はっきり言いませんでしたけども、それはキリストの愛なんです。彼女は若かりし頃、今も若いですけど、放蕩しとられたそうです。詳しいことは本人に聞いてください、ね、そして、まあ、家で同電で家を出て行って、そして放蕩して傷ついて帰ってきて、自分を持ってた愛される資格なんて自分にはないって、自分には愛される資格なんかないと思った時に、キリストがその愛される資格がないと思った自分を命をかけて愛してくださったことを知ったんですね。そして本当にこのキリストに出会って彼女は変わりました。そしてカンボジアにまでですね、本当に危険だったんですよ、
2ヶ月行った時内戦があって、日本政府から飛行機を用意しました。2回目の時言われた、この飛行機に乗ったら保証するけど、そうでなければその後残られた時は安全は保証しません、本人の責任になりますという時に彼女は残ったんです、ね、なぜかって、この戦争でまた孤児が出る、その子供たちを受け取りに来たんだって、その子供たちと一緒に死のうと思ってね。それまではカンボジアの水飲んだらお腹痛めるので飲まなかったそうなんですけど、それからはカンボジアの水を、まあ、今でもろ過して飲むんですけど、当時は煮沸して飲んでたんですけど、煮沸して飲んでカンボジア人と心が一つになって、その後ね、パネットとベスナって言うんですけど、男の子たちがまず来て、それから子供たちが来るようになったんですね。で、なぜそういう決断とそういうことをできたか、今まで一番暗かったのはね、 HIV の疑いがかかった時、全員検査してね、ちょっと疑いがあるからもっぺん検査しなきゃいけない時に電話かかってきてですね、木原牧師ってものすごい暗い声で、疑いがあるって言われたんですけど、お祈りしてくださいっていうものすごい暗い声でした。で、どうするって言ったら、いや、もし HIV でも残りますって言いましてね、違ったんですよ、安心してくださいで違ったんです、再検査したら全く大丈夫だったんです。でも仮にそうだったとしても彼女は残るつもりだった。5年間帰ってこなかったのは、今いなくなったら子供たちがどうなるかと思う、まあ、反抗期もいろいろあって帰ってこれなかった。でもちょっと一段落ついて代わりに来てくださる人が、2回目に来てくれた人がいて、だから安心して任せて今回帰ってこれたんですね。なぜそこまでだったのか、彼女が情熱的でとってもいい人だから、いい人ですけど、それだけじゃ説明できない。彼女はキリストの愛を知った、でその愛をこの子たちに知ってほしいって。もちろんその愛は食べ物を与えます、その愛は着るものを与えます、その愛は寝るところを用意します、その愛は学校に行かせます。でもそれだけではどうしても養われない、治らない心の深い傷を彼らは持ってる。それだけではどうしても解決できない心の痛みがある。そしてそれは実は豊かな国の日本でもアメリカでもヨーロッパでも一緒です。私は35億、まあ多くはないですけど行きました。豊かな国がじゃあ豊かというとそうではない、傷んでます。それを解決できるのはキリストの愛だけなんですね。それを前田さん知ってた。で、今日で皆さんに本当に彼らを助けてあげたいんですね。でお願いがあるのは、大きな1回のお金もとっても必要なんですね。大きな、 なんかこう建物を建てたりするときは。でも大事なことは継続して助けていただきたいんですね。例えば1000円でも、まあ、1000円でもって言うとね、ある方によっては1000円大きいでしょうから、1000円をサポートするとき、簡単に出せるときとものすごくきつくて出すときとかあると思う。でも例えば私は自分の子供に学費を出したり生活するとき、自分が豊かだから与えて、豊かじゃないときはダメだじゃなくて、そうでなくても出すわけですね。私の子供だから。愛する人は自分がどうであろうとそのためにそれを払う、代価を払う、喜んで、でその本当にそうやって喜んで払ってくれる代価、痛みを伴います。本当にさせようと思ったら痛みを伴います。そのそれが彼らを育んでいく。ただ食べ物を与えて心を育んでいく、癒していくんですね。ぜひ継続してね、できる範囲でいいけど継続して関わってあげてほしいし、関心を持っていてほしいんです。一番最初に言いましたけど、時間を取ってくれてありがとうって本当に心から思ってます。継続して関わりを持っていってもらえれば嬉しく思います。そしてもう一つは、皆さんも生きていていろんな辛いことがある、一生懸命生きているのにうまく噛み合わないことがある。私は牧師をしてますから、いろんな夫婦の結婚式をします。彼らは心から制約します。生涯一緒に行きますって心から制約します。そして一生懸命行きますが、うまく噛み合わない夫婦はいっぱいいます。昔はそれでも我慢してお墓まで行きました。今はやめてしまいます。多くの人たちが心が痛います。私は責めるつもりはありません。一生懸命に噛み合わなくなるんですね。でも、 もしキリストを本当に知ってたら、噛み合わなくなったところから、単に好きだった頃から、もっと深く愛し合えるように、もっと深く一つになっていけるように、単に好きじゃなくてどうしようもないお互いの弱さを知った上で、それでもお互いを大切にしていこうといける思える心を神様がくださるんですね。そういう世界があることを知ってください。それがキリストの愛ですね。で、前田さんはそれを知ってた。それがあったから、あのカンボジアに行って、戦争の時も HIV でかもしれないと思われた時も、ものすごい子供の反抗期にあった時も、まあ、話しませんけれども、これが一番辛かったんじゃないかと思うけど、彼女はそこに留まって子供たちを愛して受け取った。それは前田さんが良かったというよりも、前田さんがその神様の愛を知ってたからです。
ぜひ備えを皆さんも知って、今置かれている場所で家庭でも学校でも職場でも生きていってほしいと思います。明るく元気に、みんな痛んでるけど、その痛みを隠すのもなく落ち込むのでもなくて、その痛みを通して逆に神様がたくさん知って、個人の子供たちがものすごく明るくなったように、個人の子供たちと遊ぶとこっちが元気になるんです。行った方は嘘じゃないですよね。行って帰ってくるとこっちが元気になる。それは彼らを通してその愛が流れてくるからですね。ぜひね、それを知ってほしいなというふうに思います。最後に一言だけお願いします。天のお父様、今日は大切な時間を割いて、カンボジアの子供たちの話を聞きに、そしてコンサートを聞きに、たくさんの方が来てくださいました。それぞれの生きている生活の現場があると思います。生きてきた人生があると思います。どうぞ神様、今日こうして偶然ではなくて意味があって出会わせてくださったお一人お一人が、前田さんも知っているイエス様の愛を、そして個人のあの子供たちが、全く笑わなかった子供たちが笑顔になって、本当に深い心の傷を持っていた子供たちがあんなに心から笑顔で、そして喜んで賛美をするようになったように、私たちも癒されて彼らをサポートしながら一緒に神様の愛を受けて喜んで輝いて生きれるように導いていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。